の試合は12対0、大差で勝利いたしました。それでは、勝ちましたグループ盛岡の長尾監督です。お疲れ様でした。まずは今日の試合12対0ということでしたけれども、振り返ってみますか。はい、本当にまだまだチームが成熟しきれない部分が多くて、まあ、その中で原点であるチーム内競争を激しくするという部分、あとはしっかりと走るというようなところで、今日の選手は本当に走れる選手を中心に構成しましたので、まあ、そういう意味ではその部分に関しては非常に良かったと思っています。まだまだ来週と連戦となりますが、意気込みをお願いします。はい、本当に原点である走るというところをもう一回立ち返ってですね、皆さんに本当に応援してもらえるようなそんなチームを目指していきたいなと思ってますので、今後も引き続き深い応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。